はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さんに意味不明すぎる、モンスター群、これご紹介していこうと思っていまして、グレイドルってご存知でしょうか。誰君は何をする方なんていうことなんですけども、あのグレイドルっていうモンスターたちが何をするかっていうとですね、結構面白い動きしてくるんですけども、カキモンスターレベル3のやつが、あの戦闘か、または何かの効果、まあ、こいつは魔法カードの効果なんですけど、何かの効果で破壊されて墓地へ送られると、相手のモンスターパクれますって書いてあるんですよ。なんかサクリファイスみたいな感じで、はい。でこのグレードルアリゲーターだったら、相手のモンスター、戦闘か魔法カードの効果で破壊された場合で、こいつだったら、モンスターの効果か、戦闘で破壊された場合に、相手のモンスターを、まあ、サクリファイスみたいな感じで装備してパクるみたいな感じの効果になっています。で、まあ、一応でももう一体いるんだけど、トラップカードの、効果でなんか、破壊された時のやつ。こっちはトラップカードの効果で破壊するのあんまなかったんで、環境的にも自分の的にもね、なんでちょっと今回これ抜いてますけども、まあ、これとこれは自爆特攻すれば、要するに相手のモンスターをパクることができると。で、さらに、グレートスライムジュニア君が、何するかというと、召喚成功時にグレードルモンスターをあの墓地から蘇生できるっていう効果プラス手札からグレードルを、展開できるという効果がありまして、でこいつも戦闘で破壊されると、なんかデッキからグレードルを出すというリクルート効果を持ってるんですね。だから、まあ、こいつら全員が、なんか破壊された場合になんか効果を持っているということで、このモンスターたちと、あとそれからグレードルインパクトっていうね、このカード、まあ、他にもグレードルカードいっぱいあるんだけど、今回はこれだけ採用していて、これはグレードルカード1枚と相手のフィールドカードを破壊できるよっていう、結構まあそこそこ強そうな効果と、あと自分のエンドフェーズにできたグレードルカードを1枚で加えるっていう、あまりにも遅すぎる、サーチ効果を持っているという感じですね。で、これでね、何をしていきたいかっていうと、相手のモンスターを寝取っていきたい、基本的には。はい、というわけで、何とね、グレードルって相性がいいかっていうとね、まあイニシエより伝わりし最強の怪獣というギミックと相性がいいんですね。なんで、まあ、怪獣グレードル今回は、組んできまして、怪獣グレードルにプラスして、なんか相手のカードを寝取る、心変わりとか、あ、今回ね、一応あのアンリミテッドの、あの状態になっちゃってるんですけども、あのデッキが、これ2枚入っちゃってるんでなんですけど、これあの純制限になるんですよね、5月の、1日から、僕今撮影日現在4月の28日なんで、ちょっとまだリミット中なんですけども、これ2枚入れられるようになるんで、2枚入れていいです。これめっちゃ強いんだよ、このカード。やっぱね、これ使ってみて思ったけど、このカード強いわ、普通に。普通に強い。はい。で、これと、あとそれから勇者ギミックですね。勇者ギミックで、まあ、怪獣をくりつけて怪獣をバウンスするみたいな、動きとか、あと、あの、獅子王で怪獣バウンスするみたいな動きを入れて、戦っていきたい。まあ、一応、通常召喚はしますけども、グレイドル君たちを。ほとんど、効果はつかないんですよ。まあ、通常召喚した時の効果は、こいつくらいなんで。はい、なんで、まあ、勇者ギミックとは非常に相性がいいということですね。で、エクストラデッキは、まあ、出せるものさえ入れときゃいいんですけども、8神経とか10神経とか結構可能なんですよ。こいつが中7なんでね。なんで、この辺のモンスターが入ってますね。はい、で一応、レベル8が2体並ぶことがあるので、ここ心変わりとかしてもいいですね。いうときにワンキル取れるように、ヌメルのドラゴンギミックが入ってる感じですね。はい、早速、この謎のグレイドルとかいうぶち壊れテーマ使っていきましょう。デュエル、スタンバイ。まあ悪くはなさそうなハンドではあるね。心変わりとかいうカード結構強いですよいや使ってみるとね、やっぱ強いね、このカード。普通に対象を取っちゃうけどね。まああの一番は参戦の際のパクリング効果が一番強いんだけど、本当だったらね。ただやっぱ対象には取るとはいえ、さすがに強いです、あの心変わりは。何が強いかっていうと、まあ、今後多分これ2枚、まあ、純制限になるからこれ2枚使えるようになるんですけど、耐えてないんですよ。耐えてないから単純に心変わり2発打って相手のモンスター2体パクるっていうことできるんですよね。でしかも心変わりって精神操作とかと違って、なんかコントロールダッシュした後にそのモンスターの効果使えるし、別に投げれるじゃないですか、自分のカードのように使えるんで。だそれがね、めちゃくちゃ強いですね。はい、この環境でスプライトを使ってるのなかなかモサだな。でもなんかあれらしいですね、なんかディメンションアトラクターとかあの積んで、普通にそのティアラメンツ対策札を積んだスプライトは結構やれるらしいね。ちょっと今度組んでみようかなと思ってんだけど、今だからこそね。なるほど、強そうな盤面ではあるな。魔法無効、エルフ蘇生からマスカレーナまであるな。まあ、とりあえず合金は
ここから発動しないとメインフェーズ1開始なんで、まあキャロット使ってくるんだったら来るでいいし、ああオッケー、了解しました。まあこれでねキャロットを使ってきても来なくても、まあ、怪獣とか引けるだろうから、いかに処理できたりするし、ね、モンスターは減らした方がいい、スプライトはとにかくね。でですね、どっか行きましょうか。とりあえず一生アルファ出しといたらアドバンテージエグいんで、アルファは一生出しとこう。こいつはねバウンス効果がめちゃくちゃ、あースマッシャー強いね。まあでも言ってモンスター減るからまあいいか。はい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 、いいでしょう、いいでしょう。心変わり発動です。 U のモンスターはいただきます。使うしかないね、まあ、適当なモンスターを蘇生するしかなくて。いやあと勇者ギミックとグレイドルギミックなんですけど、いけますかねこれ、いけんのかな。でスプライトエルフ、はい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 。でマスカレーナ効果使っていく、あパクってくる、ああのパクるのはあれか、リンクサーにして阻止してるってことか。アストラムとかいるとめんどくせえな、アストラムがいるとかなりやばいな。対象取れねえぞ、トランスコード危ねえ。アストラムは戦的に入ってなさそうですね。はいはい。でアクセスコールとか効果4300か。でスプライトブルー効果で後続サーチ、なるほどなるほどですね。はい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 、なるほど了解しました。ではどでかいモンスター一応立ったので、それパクに行きますか。まあ、とりあえずアラメシアの儀を発動、アラメシアの儀の効果によって勇者トークンが出て、で表側表示で置くからのグレイドルイーグルという謎のモンスターを召喚して運命の旅路の効果を発動。そう、わけのわかんねえモンスターが来たぞ。誰やって言ってた多分相手、いやお前誰やねんって言ってるはずだ今。そして運命の旅路の効果を発動、運命の旅路の効果によってグリフォンライダーを手札に加えて、でドラコバックをポチョくて、でドラコバックの効果、これってさバウンスしたらワンキル取れるとかないよ。うわキモっ、きっしょ、ついよ。あついよ、まあしょうがないね、これ出すかとりあえずな。そこそこやりますね、はい、相手もそこそこやりますね。まあ、とりあえずアクセスコードトーカーはパクれるんで、パクって効果発動してないんじゃないか、あれ自分コストにできるような。バトルフェーズだな、バトルいくぜ。まあ、どっからでもいいが、とりあえずここから投げるか。まずスプライトブルーは処理する、そしてグレイドルイーグルでアタック。うおーてめえよくも効果発動、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ、うおーひょいさあ惜しい、あと1700だった。ミツアクセスコールトーカーの効果発動、アクセスコールトーカー自身をゲームから除外することによって相手の指定の開門を破壊、パリーオッケー。まあ、一応妨害は残ってはいるが一妨害でしかないです、ターンエンド。ちなみにこの勇者ギミックはグレイドルモンスターを装備していると装備カードがある扱いになって戦闘破壊対象を得るという謎のシナジーもあるぜ。何スターデラト、いやこれは絶対止まなければならない。グリフォンライダーの効果発動、まあ、出てきたモンスターの効果発動を止めてもいいけどな。さあスプライトスターターの効果を発動を無効にして破壊していく。さあどうする、そのモンスターレベル2回モン2体だったらやばいぞ。 OK あぶねー、 OKOKOK ドロー、グレイドルスライム、何これは伝説のムーブが見せれるんじゃないか。知ってるかみんな、グレイドルデッキにはエースモンスターがいるっていうことほら。グレイドルスライムジュニアは墓地からグレイドルイーグルを特殊召喚しながら手札からグレイドルを出すとかいうぶっ壊れ方を持っている。そしてレベル3のグレイドルイーグルとグレイドルイーグルにレベル2のグレイドルスライムジュニアをチューニング、シックの召喚、あらあらろ宇宙より舞い降りしアルティメット最強激モモンスターグレイドルドラゴン、新規の召喚、成功値効果発動、相手のカードを3枚まで選んで破壊することができる、うおー最強ー
相手絶対言ってたのな、お前誰やねんって言ってたもんわ。ハンド強そうじゃないですか、なかなか割といいんじゃないでしょうか。これはまあ増字通んなかったらクソダコハンドになり下がるけどねまあクソダコでもねえか、クソダコでもないかみたいな感じだな。一応相手のモンスター怪獣でしょってからなんか、まあ、あの勇者でバグするみたいなことはできますけどね。はい、ティアラメンツ君はなんか増殖する G の打ちどころはここじゃないと聞きましたね。はい、なんかキトカロスの自分墓地送ってからなんかリクルートするみたいな効果に対して増殖する G を打った方がドロー枚数が増えるらしいんですよね。要はここで増殖する G 打っちゃうと、キトカロス着地した後に、サリークサーチされてセットされてエンドみたいなことになっちゃうから、だからそのこの後なんですよ。だからとか言ってうらら打ったらごめんとか言ってうらら打ったら終わるけど、でキトカロスのこの効果に転じて増殖する G をよーし、高校からゲームに参加していって言われたわ。オッケー、ここするとねなんかね大体2枚以上はドローできるらしいですよ。はい、大体でこっからねさらにねここで融合できんかったらなんか妨害なんかクソ弱くなるからね、大体もっとドローできるかもしれないしね。はい、でもほぼなんかすげえ落ちたなおい、ありえんで落ちたわ。まあこれで8枚落とされて、いやだから増殖する時通ってるんでこれは結構いける気がする。獅子王アルファくんも来たしね、獅子王アルファめちゃくちゃ強くてさ、結局さ今の環境破壊とかはもうゴミ弱いんですよ。どうせ戻ってくるんでな、キマイラなんかすごい強引になんか展開しない、あの人キマイラくん出てきて、でメイル、あこれメイルキマイラかなんかであれですか、ドラゴンスタッペリアみたいな、はい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 、なるほど。まあでもこんだけドローさしてくれたらさすがにいけそうだろう。はいはい、なるほどですね。でまあ多分あれはサリークだと思われます。はい、なるほど。いやこんだけ手札あったらいける。グレートリンパクト来たゴミ来た、ゴミガード来た。ですね、一旦こいつかな、でバゴーンしょって一旦パンクラ出していいですね。パンクラで一応サリークとかをケアできるんで、パンクラで永続トラップなんでね、あれ破壊しちゃえば効果無効にはなるんで一応ね。で獅子王アルファ特殊召喚、フィードの方来てるのちょっと痛いな若干ね。これさすがに手数多すぎてどっからやっていいかわかんねえ。とりあえず勇者出すわ、勇者ギミックを出していきましょう。あらあらあらメシアの儀発動をしていく。あらあらあら、ナミとアツコクはハーバーナイトウィカピプア、バッババーン、サーカサーカサーカサーマワークこれ知ってます皆さん、この歌なんかね昔ね、あのソールドアウトっていうね一世を風靡したねラッパー軍団がいてね、今で言うところの誰なんだろうな、ちょわかんねえな。今の若手が聞いてる、若手って言い方があってるか知らないけど、若い人が聞いてる音楽あ知らないからマジでもう30過ぎのおっさんなんで僕なんでちょっとわかんないんですけど、マジでその伝説でしたよソールドアウトはね、全員聞いてた、クラスの男子全男子が聞いてたから、なんか必修科目でした。はい、でですね、まあちょっとドラコバックで、まあ、怪獣でもいいけどね、これこの場合は、まあ、まあ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 ドラゴンサペリア、はい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 、まあ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 いいでしょう、まあ、それカンマ関係ないんでレベル1になっちゃいますけどね。まあ獅子王アロンアルファ君がレベル1になったところでは関係ないから別によくて、で戻っていただいて、でまあとりあえずグリフォニングライダー出していく、グリフォニングライダーを出していく。はい、で獅子王アルファで一回怪獣回収する。さらにカードを選択しますか。そういうこと、あ違う、いや違う、グリフォンライダーはいい、グリフォンライダーは知らない。はい、でちょっと怪獣を返してもろて、はい、ありがとうございます。でグレイドルスライムジュニアを召喚、誰やねんお前お前誰やねん、バトル
しょんなくてもいいから、しょんなくてもいいから、パクればいいもんね、パクればいい、パクった方がいい、なんならで、グレイドルスライムジュニア自爆特攻します。でグレイドルスライムジュニア戦闘で破壊されると、なんかグレイドルモンスターを、宇宙から呼んでくるんですけども、宇宙からなんか謎の あまりにも謎すぎるモンスターが飛んできて、グレイドルイーゴー、グレイドルイーゴー、あー、伊達同じだ、伊達同じや、ミスったまあいっか、パクれなかった、やべやらめんつレイドハートさん、打点低すぎますって、はい、やべえ、なんかほんまにグレイドの活躍しないぞまあいいか、まあいいか、まあこのデッキのねパワーを見せたんで、まあよしとしましょう。まあ結局何が強いかっていうと、ほんと増殖する G が一番強いから、マジで増殖する G 通そう。あー、ハンドはまあ弱いね安定の強欲で謙虚なツボ。フランダリーズか、あ、ちげえ、なんだ俺わからん、何デッキこれ、やべ、ガチで意味わからんデッキだ、えっ、うわー、キメータイプのデッキか、激キモタイプのデッキか、いやでも逆モンスター出してくんないと俺やることないんだけどえ、これモンスター出してくんないとこっちもパクるモンスターいないからやることないんだけど、やばいことが起きてる。あー、なるほど、どうすればいいかなこれこれ、え、これマジでグレイドリーグルピートじゃね、これグレイドリーグルピートなんだけど、これさすがに相手の世界が分かんなすぎるから、やっぱあれだよね、あんまモンスター並べてないもんね。何その伏せカード、分からん分からん分からん、ちょっとグレイドルインパクト発動するわ。グレイドルインパクト発動してエンドフェイズサーチの方がいいかな、これは。これエンドフェイズサーチですね。で、次のターンのこと考えましょう、一応。相手の4癖怖すぎバルタですけどね。さあ、グレイドルインパクトの効果発動。グレイドルインパクトの効果によって、デッキからグレイドルスライムジュニアを手札に加えていく。わけのわからないモンスターを手札に加えていく。意味不明。まるで意味不明。で、捨てカードが4枚あって、わ、いや、やばいこれ、いや、絶対やばいタイプの敵だこれ。まあ一旦じゃあですね、グレイドルインパクトの効果発動する。で、グレイドルイーグルと、相手のカードを破壊していく。さあどうする、え、ゴイの亀、キメーキメーカード来た、ゲロキモカード来た、無謀な欲張り、やばいよこれ、この人何してるの、一体全体何置き、威嚇する方向、キモ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 キ、え、やばいことしてるけど、あの人何そのデッキ。いや次のターン来たらいけるっしょ、さすがにこれやばい、普通にやばい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 、それはやばいやばい、そう、向こうにさえなってなければな、ドラガイトさんが、うーわ、やばすぎやばすぎ、これ何枚ドローされんのこれ、えげつないドローされこれマジでカツオエクゾでしょ、これカツオエクゾでしょ、やってること、えぐいことしてるんだけど、え、いやでもまあ一時休戦打たれてるんで、このターンはこれ、あー、はい、あー、はいはいはい、あんま意味ないですね、それはあんま意味ない、ウォーターフロントは破壊耐性があるんであんま意味ない、大丈夫です、史上最強モンスター爆誕させましょう、史上最強モンスター、あらろ、回帰回収ガメシュー、このモンスターは相手が発動した効果を怪獣カウンターを2個取り除いて無効にして除外することができる、かっこ耐えなし、最強の効果を持っているじゃない、そして勇者トークンを特殊召喚して、さらにグリフォニングライダーを特殊召喚することによって効果を無効もう一枚立っていく、その笛だってことで何ができる、お前の殺到するカード全て無効にしてやるぜ、うわっ、高橋翔さん
やってることやばいけど、いやでもこれかなり妨害数ありますよ。1、2、3、体感 4,5 妨害くらいはあるかなって感じですけどね。体感ですけど、はい。さあ測ってきやがれ、いい加減にしろてめえマジでいい加減にしろてめえ。あー何カメだと、それはいいか、ギフトカード3000ライフ回復もいいわ、それもいい、別にそれは別に。さあ、あダメ絶対にダメ、絶対にダメ、和睦の使者だけは絶対に許さない。さあそのカードの発動を無効にして除外していく、メモリー役割、それもダメだ黙れ黙れクソデッキが、なんだこのネタレッキ選手権みてえな、なんだこのクソネタレッキ選手権みてえな。なんかドローできた、やった。何これ、なんか謎のエンタメデールとかいうカードでドローできた、やった。はい、これでエクソディアスロットとか言わないよね、これでエクソディアスロットとかいうクソみたいなお茶いらないぞ、クソお茶いらないぞ。あぶなーあぶねー、もうそれバグスしてやる、オッケーこのデュエル。で、お前のデッキ何だったんだよ。